そんなことしたら大惨事よ。こんにちは。友達に頼まれてノートのコピーをね。そうなのよ。もう量がありすぎて時間がいくらあっても足りないの。何が？留年したくないし、もっともっと勉強しないといけないからね。そうよ。じゃないの。いきなりだったからちょっと戸惑っちゃって。いいのよ。医者になりたい理由はね、治したい人がいるから。現代医学じゃ治せないと思うの。だから私が治すの。どれほどの時間がかかっても。無謀な挑戦だと思う？でも、その人が治るなら大歓迎よ。そうしたら、その時にまた新しい目標ができると思うよ。今度は違う人を治したい。開業してみたい。それに、今はなくても、その時になったら他にやりたいことができてるかもしれない。肝心なのは、終わりのない結果を望むことなんじゃないかな。私がその人を治したいのも、開業とかしてみたいと思うのも、家庭は違うけど、最終的にはみんなを幸せにしたいってことだから。そのために一番適した家庭を目標として頑張るのよ。そうそう。それにヒロ君にもあるでしょ。
人を幸せにしたいって思う気持ち。でも、ヒロー君の場合は医療じゃないわよね。私はたまたま医療という道を選択した。ヒロー君は違った道を選択する。それだけの違いよ。みんな持ってるわよ。でも諦めちゃうんだろうね。そうかもね。それじゃあ、私はそろそろ行くね。私も楽しかった。来年あたりは一緒にイブを過ごせるといいね。何かですか？ヒロー先輩にしては大胆なセリフですね。これからヒロー先輩の家に行こうと思ってたんで、ちょうどよかったです。アポなしで行った方がびっくりすると思いまして。その時はその時です。でもこうして会えたじゃないですか。やっぱ今年は私と過ごす運命なんですよ。
せっかくのイブなのに一人寂しい思いをしているだろう、拾う先輩を慰めようと。素直じゃないですね。お互い様ですね。じゃないのもクールさをアピールってやつっすね。あれ？どうしました？ヒロウ先輩って見てないようでちゃっかり見てるんですね。他の女の子が聞いたら一瞬で解けますね。ヒロウ先輩人気者なんですよ。気づかないようにしてるんじゃないんですか？ヒロウ先輩は優しいってこと知ってますから。少なくとも最近の私には優しいです。頼ってもいいんだって言ってくれましたよね。すっごく嬉しかったです。でも私、ヒロウ先輩に好意を寄せられるような女じゃないんですよ。私
お父さんを刺したんです。やっぱりそうだったんですね。不幸中の幸いというか、最悪の結果には至りませんでした。でも、たとえ最悪の結果にならなかったとしても、私が刺したという事実に変わりはありませんから。私は幸せになったらいけないんです。そんな資格はないんです。だって私の一番古い記憶の中では、お母さんもお父さんも仲がいいんですよ。私のことをすっごく可愛がってくれて、毎日笑顔が絶えませんでした。でも、いつからだったかは覚えていないんですけど、大体が夜でしたね。お父さんとお母さんが喧嘩しているの。私への最低限の気遣いだったのかはわからないですけど、その声で起きちゃうんですよ。夜になるといつも大きな声で怒鳴り合ってて、目を覚ました私は様子を見に行くんです。今の前まで行くと、そこだけ明かりがついていて、廊下から私は少しだけドアを開けて中を覗くんです。何が原因で喧嘩をしているのか分かりませんでした。でも、ナオっていう言葉がよく聞こえてきたので、少なくても私が関係していたと思います。激しい口論が収まって、静寂が訪れたかと思うと、その後にはパーンって叩く音が聞こえてくるんです。何回も。そしてその音も聞こえなくなると、次はお母さんのすすり泣く声が聞こえてくるんです。夜の静寂なんて訪れませんでした。ある日、ふと目を覚ますと、優しい顔をしたお母さんが私の頭を撫でてくれていたんです。
たったそれだけでしたけど、今まで感じていた怖さはなくなって、ずっとこうしてもらいたいなって思うんです。でも次の瞬間には鬼のような形相をしたお父さんが部屋に入ってきて、私からお母さんを引き離して、そして私はいつの間にか深夜と呼べる時間じゃないと眠れなくなってしまいました。そしてあの日が来たんです。私は今日こそお母さんを助けようと今に向かいました。いつものようにドアを少し開けて中の様子を見てみると、こっちもいつものようにお母さんが叩かれていて、そうしたらお父さんはこう言うんです。もうナオはお前のところに置かない、準備ができたらすぐにナオと出ていくって。お父さんと一緒に行く？お母さんと一緒にいれないの？その言葉を聞いた瞬間、私の頭の中は真っ白になりました。お母さんがそんなことはさせないって言ってくれたのがすごく嬉しかったです。でもお父さんが聞き入れるわけもなく、私はどうしたらお母さんを守れるんだろうって考えてました。それで私は信じられないことに気づいたんです。お父さんの手に包丁が握られていたことに。お父さんがいなかったらお母さんはもう叩かれなくて済む、泣かないで済む。私はそう思って、それで気づいたら行動に移していました。今思うとそれは子供ゆえの無知さとかそういったものじゃなかったと思います。テーブルに置いてあったナイフを手に取ると、迷わずお父さんのところに行きました。まさか刺そうとしているなんて思わなかったのか、お父さんは私にこう言ったんです。まだ寝てなかったのかい？隣でお母さんが泣いているっていうのに。もうお母さんを守れるのは私しかいないんだ、そう思いました。そして私はお母さんを守ったんです。あの感触は今でも鮮明に覚えていますよ。それとお父さんの泣き顔も、ああ、やっぱり刺されると痛いんだ、大人でも泣くんだ、そんなことを思っていました。これが真実です。私、
ヒロ先輩と出会えたことが唯一の幸せでした。ヒロ先輩と一緒にいると過去を忘れられたんです。それが何よりも私を解放してくれました。そのお礼も込めてクリスマスプレゼントです。大したものじゃないんで、私が帰ってから見てください。簡単に用意できるものがありますよ。ヒロウ先輩です。はい、ヒロウ先輩を私にください。今日だけ。いえ、今日だけの限定です。わがままにも程がありますよね。ヒロウ先輩の気持ちに応えないで、使い捨てみたいにヒロウ先輩のことをくださいなんて。ヒロ先輩、ありがとうございます。